私も今日からお酒飲めちゃう。やった。水着のためにあの禁酒してたからね。飲む今日は飲んで寝る。あ、でも明日ライブあるからな。明日の夜解禁にしようかな。持ち丸のスタイル好きすぎるんだけど。え、本当？やった褒められた。え、嬉しい。全然だよ。もう寄せて寄せて、お腹引っ込めてごめんなさい。水着美女と聞いて。本当？みんな水着の写真見た？ちゃんと頭ってかね。ね、そう、今日はもうチャップン、長めにチャップンする。今日はあれ、うちテロップ入れたのに、あ、待って、あれだ、投票にしてないやん。投票にしてないしさ、テロップ入れたのに消えてんだけど、一回入れよう。あ、出た。と、特典券か。特典券売るって知った時には売り切れていた。なんかそう、うちもなんか気づいたらもう終わりましたよみたいな言われて、あ、そうなんだみたいな、びっくりした。みんなありがとう。お疲れ様。あ、そう、チェキね、そう、代行だよって言われた。漏れたから楽しみにしてて、しかもマスクなしだから、レアレア。万歳。持ち丸氏お酒飲むよ。ね、そんないろいろ飲まないけど、飲むよお酒。写真を見せてもらったんだけど、すごかった。なん、どれだろう。でもなんかみんな、あれ、黒いビキニがね、なんかみんな好きって言ってくれたから、黒いビキニの写真を載せた。昼写メたので、そう、見た。どの浴衣じゃない、どの水着がいいかな、どれがいいかな。なんかそう、バタバタしてて、なんか向こうでも撮ったんだけど、家でちゃんとゆっくり撮ろうかなって、撮り直そうかなと思って、なんかポーズとかさ、どの水着がいいかみたいな言ってくれたら、それで撮るよ。スタイル良すぎて優勝。やった、優勝した。お任せ、オッケー。じゃあどれにしようかなで決まったやつ送るわ。もちまるもちまる、まんない、イエイイエイ。ちょっと待って、まつげ死んでるから、ちょっとまつげだけ、ちょっと失礼、始める前にやればよかった。いい感じ。今日は寒かった。でも今日寒かったよね。なんか普通に長袖で行ったもん今日。この間買ったばっかの服、なんかアウトレットで買った。つゆゆひなぽん、ありがとう。お写真送ってね。もちもちもちまるゆきちゃん、ごめんない。新潟へチェキ取ろうって、取ろうね。新潟さ、なんかもう来週なんだけど、やばくない？来週の今頃にはさ、もう新潟でワンマン終わってるんでしょ。終わって何してんだろう今。ご飯とか食べてる感じかな。やばい、やばいよね。びっくり。前回雨の中お疲れ様でした。ありがとう。風邪ひかないようにね、あったかくしてね、みんな。ごめんなさい。セクシーモッチーが炸裂してたようで。本当？セクシーだった横浜でライブ見たっけ、やっぱり寂しかった。前回頑張ったみたい。明日の配信ライブ見、お、そう、明日の夜のね、渋谷のビーツの方は配信、 YouTube で配信ライブがあるので、なんか明日ちょっと行けないんだよねっていう人とかも、ぜひ YouTube とかで見てくれたらいいな。ショールームと YouTube かな。ショールームだとその Now の時間に見ないとだけど、 YouTube だったらこう戻し戻しで何回でも見れるからね。アーカイブでぜひぜひ見てね。何出るかは言えないけど、どんなのに出るかな、ちょっと忘れちゃった。なんかいろいろ、いろいろ出るから見てね。返した、楽しかった。ありがとう。一日いっぱい撮ってくれてありがとう。写真楽しみにしてね。前回お疲れ様、ありがとう。寒かった。風邪ひかないに気をつけてほしい気持ち。本当に暖かくして寝る今日は。なんか暖かくなりそうな入浴剤とか入れて。キャップンコして寝るね。ミープランだけ同じホテル取りました。一緒だ。ちょっと出くわしちゃうかもしれないね。本当にさ、みんなが同じホテルだからさ、緊張なんだけど、なんか水とか買いためとかないとさ、すっぴん見られたくないから、飲み物とかお菓子
もう買い占めとこ。ごめんなさい。今日の3人とも良きでしたね。写真送る。あ、やった、送って。なんか気に入ったやつ使わせてもらうね。なんかツイートしたりとかに、インスタのしたり。席取れない日でも、もちゅうちゃん見てるといつも見てるんだかね。そうなの？あ、出てるとか。本当？見てんの？ありがとう。見ててくれるの嬉しい。明日もね、たくさん見てほしいなーのとこあるから見てね。なんだっけ、新木場。ちょっと高いし遠いけど、よかったら遊びに来てくれたら嬉しい。あ、マイカさんとモチマルと4人で4人でお茶を何する、4人で何するか。抜け出して、あれよ、何もやってない。抜け出してご飯食べに行こうとか言おうと思ったけど、何もなかったわ。今何もやってなかったね。配信ライブ起きてみるね。ぜひ。起きてなくてもあれだよ、次の日になっちゃっても巻き戻したら見れるから、毎日見て毎日見てね。ワクワク。なんだっけ、渋谷ビーツ、ビーツでアイドルライブジャパンなの、ちょっと不思議な感じするよね。楽しみ。ガチへこみ。なんで、なんでへこんでんの。元気出して。明日の準備しなきゃ、大変だ。明日4時起き、やば。今日のもちまるじゃん。今日も、今日私5時ぐらいに起きた。なんか眠くてね、帰りのなんか駅までの車寝てた。気づいたらついてて、びっくり。うっ、しゃっくり出ちゃう。なんかしゃっくりここ止めると私は治るんだよね。上なんかお腹がギルギルしてる。ユージは大変だ。早起き頑張って。眠眠だよね。ごめんね。思い出をすべて落としました。え、何？横浜駅にカバンを置き忘れる大失敗。え、置いてきちゃったの、カバンをどっかに。大丈夫それ。あや、なんかカードとか止めた方がいいよ。わかんないけど、大変。言った、なんかカバン忘れちゃったんですけどみたいな。言った方がいいよ、心配。私も一回スマホをね、あの電車の中で落としちゃったことあって、すごい不安な気持ちになった時あった。でも親切な人が届けてくれてたから、あったよ。昨日ワンマンの全曲公演見始めた。お、長いから頑張って。3時間半くらいあるかな。頑張ってね。埼玉に出張。お、埼玉にようこそ。いらっしゃいました。でも仕事だからね、あれか、そんな観光する時間ないか。埼玉お仕事かもだけど、なんか楽しんでくれたら嬉しい。あ、見つかってない。貴重品は手元にあるのか。なんかあれかな、チェキとかかな。悲しい。でもね、貴重品じゃなくてよかったと思う。チェキはね、まあ、ちょ悲しいけど、また取れるから。よかったよかった。お財布とかだとね、悪用されちゃうと大変だから。でも悲しいよね。岩月か。わかるよ。早起きも頑張れ。早起き早起き。ちまるは明日何時起きだろう。でも、12時35分には踊ってるっていうことは、ママの速さママ早いから一緒に頑張って起きよう。新潟ワンマンまでに曲を覚えようと思って見始めた。わ、すごいモチベ高い。たくさん覚えてね。何曲あるんだ結局。35曲ぐらい、なんかそんくらい。たくさんあるからね。
ゆっくりゆっくり覚えて。私も最初ね覚えられなかった。なんか一緒に聞こえる曲が3つぐらいあったよ。思い出はまた一から。そうだよ、今日からまた新しい思い出を作っていたらいいよ。今日は大佐ありがとうございました。こちらこそありがとう。寒かったと思うからね、暖かくして。本当に雨降ってたからみんなのカメラとか体調が心配。カメラとかすごいさ、みんなビニールでさグリグリに巻いて頑張ってたから、わすごーってなったね。風邪ひかないように気をつけてね。改めて取りに行くね。そう、じゃあまた次から新しく思い出を作っていこう。まだしばらくやめるつもりはないからね。一緒に思い出作ろうねの気持ち。へい、あ、そう、今日はね、足軽ジャパンの配信もあるから、またこれもう一回配信するから、今日はいっぱいお話しする日。とことこ、こんばんだーい。でも連続でやっちゃうとさ、なんかちょっと大変じゃん？なんか見てる方も多分。あ、ちょっと時間空けてまた後でやろうかなーって思ってる。もちまるちゃん、そう、もちまるちゃんね。なんか今日も髪色がちょっと変わった感じする。今日でもね、なんかフレッシュのね、なんだろう、ヘアスタイリストさんみたいなのがいて髪やってもらった。巻き巻きしてケープつけて、だからガビガビ固まってるから、なんか後ろさ、これ何がどうなってるのか分からんけど、うちウェーブにしてくださいって言った。ウェーブになった後にハーフアップしてもいいですかって言って、あ、いいですよって言って、ね、気づいたらこれになってたの。なんか後ろさ、なんかうーんってしてんの。なんだろうね、これわかんないけど、なんかお姉さんが勝手にやってくれた。明日仕事にならんかも。頑張って、大丈夫だよ。また遊びに来て。それでね、また一つずつ思い出を作っていくんだよ。配信来るたび髪色変わってる。そうかも。でもなんか配信中ってさ、自分の顔面とすごい向き合うじゃん。かなんか今日もまた髪の色が変わった気がするってなる。なんか白っぽい、青っぽい、緑っぽい色。どうしよう、本当に。染めたいけど、染める前に髪質改善に行かないとね。本当は新潟行く前にさ、もう一回染め直したいという気持ちがあるけど、ちょっとね、うん、時間がなさそう。こんばんは。自分でできないだろうか、その髪ほどかないままにしておこう。ずっとこれだったらさ、頭洗えないから汚いよ。あれ、もちまる頭臭くないってなっちゃうから洗うよ。頑張って洗ってちょっと元に戻す。今日は元気ですか？今日は元気だよ。いつも元気。おめでとう。あ、今日で170日目だ。おめでとう。もちまるもちまる。おめでとう。ちょっと一回お水飲もう。わわわわわ。そう、明日はね、ちなみにライブが2個あるので、ぜひみんな遊びに来てね。一本目は、新木場ラジオコーストのメインステージで12時35分から。2本目は渋谷ビーツっていうところで、何時だっけな、6時5分からです。じゃねー。ビーツの方はね、 YouTube とショールームで無料配信ライブもあるので、明日ちょっとお仕事とかなんか用事あっていけないかなっていう人はぜひ配信も見てね。本当は生で見てほしいけど、配信も見てねの気持ち。決まるも決まる。ケーキだ。そう、ケーキ食べたい。ケーキ食べたいけど、ちょっと今日はさっきコーヒーゼリー食べちゃったからやめとく。70日連続配信おめでとう。ありがとう。200日目にケーキ食べよう。あと1ヶ月後。頭臭い人がいる。ちょっとやめて。臭くないよ。いつもいい匂い。わかんない、いい匂いかわかんないけど、洗いたてはいい匂いだよ。シャンプーの匂い。
フリート見た。みんなのフリートめっちゃ見てるよ。でも早く見すぎてさ、なんか暇人だと思われそう。たまに30秒ぐらいで見ちゃうときあんの。そんなつもりはないんだけど、たまたま押したら35秒前みたいな。なんかすごい暇人だと思われてるんだろうなって思って。まあ、暇人なんだけど、なんか悲しい。あ、これ多分一番乗りだって思って。いつもすごい早く見ちゃうと、なんかちょっと、あってなる。決まる、頭臭くないよ。こんばんは、50カウント完了、配信頑張、ありがとう。カウント嬉しい。なんかイベントとか何もしてないのに。ありがとう。やあ、もちこちゃん、ごめんね。ライブお疲れ様でした。今日はライブじゃなくて撮影会だったよ。でもありがとう。お疲れ様でした。もちまるは暇人。そう、もちまるは暇人。特に夜中の、夜中のフリートはね、30秒後ぐらいに見ちゃうから、あってなる。やばーってなっちゃう。こんばんない。おたかつ用丸持ちバッグ。出来上がった。いろいろ失敗したけど、え、ほんと？写真送ってよ。見せて見せて。水着姿見たかった。ぜひ、また機会があれば、来てくれたら嬉しいな。なんかさ、次は雨じゃなくてさ、晴れがいいよね。ほんと寒かった、雨だから。寒いしさ、なんか雨降っちゃうから、傘持ってるか、なんか室内のベンチのとこ座って、みたいな感じだったからさ、なんか晴れてる日にさ、わかんない。そういうのできるかわかんないけど、プールの中入ってさ、なんか、ってしてる写真とか撮りたかったし、なんか青空のね下で撮りたかったな。ちょっと晴れてる時にまたいつかリベンジしたい気持ちだし、せっかく水着今回のこの撮影会のために3着買ったからまた着たいし、普通にせっかく買ったからね、水着3着もプールに遊びに行きたい、サマーランド行きたいみたいな話してた。さっき行ったことないんだよね。まあ、ちゃん夜中に俺のアフリート見てるイメージ。そう、夜中に活動的、夜行性だから朝は死んでるんだけど夜元気になる。すごい夜めっちゃ元気だよ、寝れない。前回の写真送ってくれるだろうか、落ち着いた頃に送るね。あ、オッケー、ありがとう。楽しみにしてよ、バックの写真。あくやき写メも10時起きで大寝坊で買えなかったか、次は買えるように準備しとこう。そう、30枚、特典券が30枚限定だったからなかなかちょっとあれだったんだけど、でもみんな本当にびっくりした。早々と亡くなって、あの農家さんと舞香さんはまあ亡くなるだろうなと思ったけど、もちまるは亡くなると思ってなかったからびっくりした。みんなありがとう。動画とか写メとか落書き写メとか嬉しい気持ち。あと現地でねチェキ取ってくれた人もありがとうございました。嬉しかったな。なんか久しぶりにマスクなしでチェキ一緒に撮って嬉しかった。やっぱマスクなしがいいね、チェキは。早くライブのさチェキもマスクなしで撮りたいよね。マスクいらん。てれー、こんばんない。やっほー、イエイ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 。次の配信何しよっかな。しがるのルーム、あ、これやる。あ、あっちだわ、あのネリキャンランド、あれする。時間かかるかな。お水1日2リットル飲むといいよって聞いたから、ちょっと2リットル頑張って飲もうって思ったの。今日全然半分も飲めてない。頑張って飲まなきゃ。寝てる間にもう売り切れた。なんかそうで本当にすぐなくなっちゃったみたい。うちがそう告知して、じゃあ水着着替えてくるかって思って着替えて終わってで戻ってきたくらいかな。あ、じゃあ水着を着替えて髪の毛やってもらって、なんか控室みたいなとこ戻ってスマホ見たらなんかもう
なんか数えたら30枚いってて、あこれもう終わった感じって思って、なんかすごい早かったなと思う。30分くらいかな、わかんないけど、なんかほんとすぐなくなっちゃったみたいでね。みんなご注文本当にありがとうございました。嬉しかった。ネムさん限界なのにまた明日、あ明日会えるの？そうなの？ワクワク。でも本当にお疲れ様でよ、ゆっくり寝てね。今日のチェキ預けてあるから早く回収しなければ。そうだよ、 3個あるよ。これはうなぽん宛てだよって言って、うなぽんに3つ書いたからね、受け取ってね。水着持ち子、ニッテルの水は冬だと全部飲みきれないけど、夏だと全部飲みきれる。で頑張ったらいけそう。なんか映画とか見ながらやってたらいけそう。チーク菓子かなも難しかったって言ったんじゃなかった？そう言ってた。時間かかっちゃうかな。誰かと思えば HH 水着を着たもちもちちゃんや。もちもち。でなんかせっかくさ足軽と今日2個あるからさ、なんか2人喋ってるだけじゃつまんなくない？大丈夫。明日もでもライブあるからな。なんかすごい暇な日にやりたいんだよね。月曜日がそう何にもないから、月曜日にねあれをやろうかなって思ったの。チーク食べろうかな。すぐやっちゃうとちょっとあれだから、30分か1時間後ぐらいにやるね。やあやあやあ、こんばんだい。イエイイエイイエイ。明日いるのかな、どうなんだよ。今日は大人っぽくなったなと思いながらファインダー覗いてた。本当？え、うなぽんに会ったのいつだ？3月の誕生日の時のライブかな。だから3ヶ月ぶりぐらいか。結構久しぶりだったよね。なんかゆっくりお話できずだったけど、元気そうなお顔が見れて私は嬉しい気持ち。ピコーラにお願い書いたのでよろしくで、あ、そう見た。HH かな、なんか怒られないくらいの、なんかなんだろう、 H なんかあんまこうさこう下品にならないいい程度のいい具合の HH 感で撮ったので、ぜひぜひ楽しみにしててね。でも買い、明日は2部、あ2部ね、渋谷のビーツだ。シルサイフルシカ大丈夫、怒られてボキーってされるんじゃない？見かけたら嬉しい気持ち、楽しもう。イエーイ。明日2本あって、新潟までに、新潟に行っちゃうまでに、そう明日の2本と火曜日の1本だけしかないから、そうしたらもう新潟に行っちゃうので、ぜひぜひみんな会いに来てくれたら嬉しいな。新潟行かないよっていう人は会いに来てほしい。ちむちゃん今日は大人っぽいじゃん、いつも赤ちゃん。今日は、今日はね、今日はお姉さんでした。いつもお姉さんだけどね、ごめんなさい。ほんともうあちこちパキパキ、すごいいい感じに巻いてもらえた。やっぱプロのさ、上手な人が巻くとすごい綺麗。いつもすごい自分がやると汚いからすごいってなった。いいな、ハーフアップ今度ライブでやろうかな。前話した結果、煽りファブはするって結果に、白菜は分からぬ。じゃあこっそりこっそりちょっと下目で振ってたらいいんじゃない、ここら辺じゃなくて、ちょっと胸前くらいで身長伸びた？どうだろう、伸びたと信じたい。伸びてる、伸びてるよ。今日はずっと厚底履いてたからね、疲れた。めんざい。ケータリングそうめっちゃ良かった。お弁当2つあったし、あとお団子もらったし、あと豚麺ももらって、お菓子もいっぱい食べた。なんだっけ、食べっ子動物とか食べた、あと卵ボール食べた、オニオンスープも飲んだ。すごいね、豪華だったケータリング。なんか味噌汁とか好きに飲んでいいよみたいな、お湯とあの何粉みたいなインスタントスープがわーってあって、お菓子も
いっぱいあってお弁当もあってめっちゃ最高。食べ物いっぱいだけどさ、でも水着だから食べられなくてお腹出ちゃうじゃん。だから我慢してた。卵ボール1個とか食べ子動物2つくらいで生きてて、終わったらめっちゃガツリ食べた。で帰りハンバーグ食べてきた我慢したご褒美にハンバーグ食べてきた。うまうま、もちもちパンチわぁ。ヘッダーは私だけでいいやんって。あ、ヘッダーさ、あれだよね、マイカさんと私のなんかこういうやつになってるよね。頭ピンクの時のあれさ、ちょっと髪変わったからそれ用にちょっと写真撮りたい、マイカさんとヘッダーに使ってもらうようで。髪新しくなったからね。でも次会うの新潟かな、ライブだと。明日いないもんね。あ、ライト消えちゃった、ライト消えちゃったから、そうそう終わりにしよう。あ、ダメだ、終わっちゃった、消えちゃった。そうか、次会った時ちょっと写真撮りたいな。おやつ食べたいから水着着ようかな。ん？おやつ食べたいから水、あ、そういうことか。撮影会に出ようかなってこと？いいと思う。めっちゃ豪華だよ。食べ物いっぱいあるし。幸せ。また出たいってなった。食べ物があるから。食べ物が豪華だったから、ちょっとまた行きたいなってなった。だし、本当に晴れてる日にまたやりたい。楽しかった。ぜひお願いしますね、撮りたい。あんまりない。つむちゃん水着着るとセクシーすぎ、バブバブしてるのに。バブバブしてないよ。ん？ 3 人でもよき、あ、確かに撮れた、撮りたいな。もちフェイバリットで服買ったりする？え、買いたいけどちょっとね高いんじゃん、フェイバリット。だからどれを買おうかなって一生悩んでる。え、めっちゃ可愛いよね。かわいい、めっちゃ欲しい。ワンピースすごいかわいいの。なんか試着してから買いたい派だからさ、なんか通販怖くない？そのもっとさ安かったらあれだけど、ちょっとお高めだから試着して買わなきゃって思って一生買えてない。なんか和風ワンピースみたいなあるじゃん、あれとかかわいい。フェイバリット好きよ、ずっと見てた一時期。服買いたい。もう服はさ、買っても買っても欲しくなるよね。バイトの服買うけどさ、ええぞ。お、ええぞっておすすめしてんの？じゃ買おうかな。え、似合うかな？でも二十歳でさ、ちょっとそろそろあんまフリフリしてたらちょっと痛いかなって思い始めてんの。まだいける？今日はでもアウトレットで買った服。でもこれかわいい。紅茶お気に入り。なんかこんくらいの。で、オーバーサイズが好きなんだけど、こういう感じのね、オーバーサイズ。なんか冬とか寒くなったら着ようかなって思って買ったんだけど、今日寒かったから着てみた。名古屋の、なんだこれ、ダイス商店街かなの服屋さんで買ってるけど、ほとんど試着はしない。へえ、なんか商店街とかで買うのいいね。エモエモ。携帯のロックがホーム側、もちまるしか型もちもちしか、え、そうなの？もちまるなの？え、嬉しいけどびっくりした。そうなの？私たちでフリフリいける？着ちゃおう。もちもちゃんズボン履いてるよ。見る？ズボンちゃんと履いてるよ。大須商店街か。ダイスじゃなかった、大須商店街。へえ、行ってみたい。いいよね、商店街とかなんか好き。特に買うもんないけどなんか行きたくなる商店街。 YouTube でフェイバリットの商品紹介か見てみ。星さましてこじらせる。やばい、今ちょっとお金ないから、ちょ、見んのやめとこうかな、欲しくなっちゃうから。お金に余裕があるときちょっと見るね。今何時って言われてバレないようにしなきゃ。え、みんなのさ、ホーム画面とかめっちゃ気になるけどさ、プライバシーだからちょっと聞けない。私は何にしてるかな、結構ちょいちょい変えちゃうんだよね。
なんか景色の写真にしたり、だいたいなんか映え写真みたいな、映えスポットに行って撮った写真にしてることが多いかな。それを順繰り変えたりしてるかな。なんか可愛い女の子にしてる時もある。あとイラストとか、好きなイラストレーターさんのフリー素材みたいな、フリーアイコンみたいな絵を壁紙にしてる時もある。みんなは推しメンとかにしてんのかな。ちむちゃん、おばあちゃんになってもフリフリ着てそう？フリフリおばあちゃんになろうかな。憧れ、かわいい服を着て老後も過ごしたい。老後はね、もう縁側に座ってもう孫と戯れるおばあちゃんになりたいんだよね。ずっとずっと思ってる。もう縁側にね座ってね、お茶飲んでね、大福食べて、孫が隣にいてね、孫にかわいいねって言ってなんかお金あげたい。買えないって言っても10万くらいはある。いや、10万あっても生きていけないよ本当に。もう二十歳だから年金とか払わないといけないからね。お金ないよ、バイト増やさなきゃ。いつも推しメンの写真使わせてもらってます。お、いいやん。こんばんは、かわいい、本当ありがとう。貯金奥ないよ。奥あったらもうそのリッチなお家住んでるよ。こんな家じゃなくていいとこ住んでるよ。ちまるもちまる、孫結婚ねしたい気持ちはあるよ。でもね、多分できないから、妹がいるから妹の子供を めでるおばあちゃんになろうかなって気持ち。かわいいねって。みつぐこんばんざい。10万じゃ足らん、さすが東京。いやー足りないよ、貯金はもうねない貯金でも本当にリアルにないよない。なんか20歳、多分世の20歳の子って多分もっとちゃんとあると思う。周りとか比べたら本当にない。もうやっぱふわふわした職業だからさ、安定はしてないし、バイトもそんなめっちゃ入れるわけじゃないからね。けど、うん、周りに比べたら、周りはさ、もうみんな上京してきて家賃も払って光熱費も払ってってやって、食費もあれで、ご飯と食費は一緒か、食費だ服やって自分で全部やってる子が多いからさ、もうそんな子に比べたら私はもう実家だしさ、もう交通費と服買うだけでなくなっちゃうもんね。え、本当にバイト増やさないとなかなか入れないんだけどね。バイト増やさないようにループするしか、ぜひループしてくれたら嬉しい。でも無理せずね。本当チェキってさ高いよね、いつも思う。だってバイトしてたりすると余計思うんだけど、これ今1時間働いてもチェキ取れないんだよなと思って。最低賃金だから、私のとこは。本当にみんな高いお金を払ってね、こんなやつとさ話してくれの、みんな神様かなんか。ちむちゃん、俺と結婚しようか。本当？むちむちゃん可愛がっちゃう、養ってくれる。貯金で10万かなり少ない。少ないよ、10よりはあるけど、まあそんな変わんない。手持ちで10万くらいって言ったの。いやー、そんなんないよ。20歳の時に3桁近くあった。私もそういう予定だったけど、ない2桁だし、50より下だから、持ち丸の貯金はちょっと生きていけないかもって思って、最近はでもちょっと物欲を抑えようとしてる。欲しいものがあったとしても、ちょっといや、これはもうちょっと考えてから買おうみたいな。で、水着買ったらちょっとなくなっちゃった、お金が。キャー大変。でも水着はね、やっぱ楽しかったから。よきよき。内丸が神様？内丸は神様かもしれないわ。神様、もちまる、もちもち。
1000だとたくさんいけるそうなんだよね。ほんと1500円ってさ高くない？びっくりだよね。みんなよくねそれでさ来てくれるよ。ほんとに優しい。養ってくれるの？大阪。大阪ちょっと遠いな。大阪ちょっと東京がいいな東京でちょっと養ってくれる人探すわ。餅食ってしのぐしか。そう餅はね安いしねお腹にたまるからおすすめ。コスパがいいよ。デブるけどね美味しい。オッケー、ごめんない。イエーイイエ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 イ。じゃあ次は足軽ジャパンのルームで配信するね。今何時か知らんけど、まあ何時？東京暮らせない。空気が。あー大阪行ってみたいな。大阪行ったことないから。あれ行きたい。USJ。ハリーポッター好きだから。ハリーポッターのとこに行きたいんだよね。なう !8 時49分か。どうしようかな。9時半ぐらいからやろうかな。そしたら。次は9時半から始めるね。足軽ジャパンのルームから、40分後の7時半、あ嘘、7時じゃない、9時半からやります。まあ、多分普通にただ喋ってるだけかもしれないけど、みんな話しよん。お菓子食べよう。お菓子大阪任すとき。本当？じゃあ大阪食い倒れの旅をして一緒にしよう。大阪あそこも行きたい。コリアンタウンも行きたいし、ユニバも行きたいし、なんか、なんだっけ、アメリカ村だっけ、あるよね、なんかそういう感じのとこ、そこも行きたい。あと、通天閣とか行きたいな。大阪行きたい。USJ は会社名なのね。そうなの？じゃあ、なんだ、ユニバ？気持ちいい。バイバイ、バイバイ。ごめんね。好きな餅子、また後で。そう、また後で。次は9時半からね、足軽ジャパンのルームで。あ、今日土曜日だよね。うん、土曜日。今日は足軽ジャパンのルーム持ち丸なので、次は足軽のルームで会いましょう、みんな。あとののかさんがショールームのイベント中なので、お星様をね、いろんなルームに行って集めて、ののかさんの配信でぶん投げてください。みんな水着ショールーム配信はやってません水着は着ない今度ね。でもなんかもうちょっと夏になってさ、あのオンライン楽市楽座とかがあるときに水着着ようかな。どれか水着着ようかな。あとで野菜に来るよ。またあとでね。じゃあ次は9時半からシガルジャパンのルームでお会いしましょう。アシアジャパンの持ち丸ゆきでした。ルームフォロー、ツイッターのフォロー、インスタのフォロー、TikTok のフォローお願いします。9時半から足軽ジャパンルーム。バイバーイ。あ、あと明日のライブ。あと新規バースタジオコーストで12時35分と、渋谷ビーツで6時、なんだっけな、6時5分から2本お待ちしてます。では9時半からのアシナルルームで会いましょう。バイバイ。またねー。9時半ね。